ルミナスタジオが業務や作品制作に使っているメインカメラは、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K。2年間運用して数々の業務、そしてルミナスダイアリーシリーズ2の制作で大いに役立ってくれました。ですが、ここに来て一つの疑問が生じます。ビデオ屋さんなのに 4K60p かつ 10bit 以上で収録できるカメラが一つだけでいいのか。確かに 4K60p という条件だけならば、Osmo Action や iPhone 12 Pro は所有していますが、BMPCC4K ほどの編集体制を持つソースを収録するところまでは難しいもの。実は言うとこの BMPCC4K、2年分のショッピングローンで購入していました。今月がその満了日。ルミナスタジオをよくご覧いただいている皆様ならばもうお分かりですね。はい、新しいやつ。ブラックマジックデザインのスタンダードなシネマカメラ、ポケットシネマカメラシリーズ。2年半前に 4K モデルが登場してから上位モデルがどんどん増えていき、ついには 6K のプロモデルまで登場しました。BMPCC6K Pro は従来モデルでの不便な部分をうまく取り除いています。例えばこれ。モニターがチルトします。加えてモニターの輝度も上がったので、ディレクターとのソースチェックが楽ちんになりますね。オーディオ入力もミニ XLR が一つ増えています。キャノンでつなげるマイクがもう一つ増えるので、マイクが求められる収録の場合はより自由度が上がることでしょう。そしてお待ちかねの内蔵 ND フィルター。6ストップ分の ND フィルターを備えているので、空が真っ白になりやすい環境で素晴らしいパワーを発揮することでしょう。その他オプションでビューファインダーを装備できたり、ブラックマジック特有のカラーサイエンスも最新世代に。ソニーのハンディカムでおなじみ LPF570 バッテリーを使えたりと至れり尽くせり。ただそれ以外の性能は実はこれまで発売していた BMPCC6K と同じなんですね。もちろん 4K モデルと比べればセンサーサイズもスーパー35センサーへ大型化して最大 6K50p で収録できますし、マウントもキャノンの EF マウントを使うようになっています。そのため大型レンズを使えば一眼レフクラスのボケ味を活かした収録だって可能です。でもこれまで 6K モデルを使っていた人たちからすれば、別にそこまで買い替えするほどのものかと言われると微妙ですよね。実は俺も発売される知らせを受ける前は通常の 6K モデルを買おうとしていました。そりゃあプロモデルが出ちゃったら一番いいのを頼むでしょう。俺は残念ながら EF マウントのレンズを持っていません。そもそもキャノンのカメラには無縁でしたからね。持っているレンズは E マウントと MFT マウントなので、新しく EF マウントのレンズが必要です。ただ、最初のレンズはできるだけ安いやつを使いたいもの。レンズはいいものを選ぶべきなのですが、それは後からアップグレードしたいというわけ。安くてかつできるなら、透視 F2.8 で手ブレ補正の効く標準ズームレンズはないかと思って、いつものマップカメラをあさるんですけども、さすがにそんな都合のいいものはありました。さすが俺たちのシグマや。シグマ 1750F2.8EXDCOSHSM。 10年前に発売されたレンズでありながら、まだまだ現役のレンズです。主にコスト対性能比が尋常じゃなくいいと評判。このレンズ、EF-S マウント用、つまり APS-C 用のレンズなのですが、シネマカメラに通ずる方はご存知の通り、スーパー35センサーとは、つまりほぼ APS-C センサーと同じ。ということは EF-S マウントは数字通りの標準ズームレンズとして使うことができます。 35mm 換算で2470ですね。フォーカスリングが無限回転ではないので、ピントを合わせるときに意外に役立ちます。 BMPCC シリーズはもともとオートフォーカスがクソみたいな一点認識で、しかもしっかり合わせてくれることもそう多くないので、 AF ボタンを押した後に自力でフォーカスリングを回すことが必要です。むしろそれが普通だよね。手ブレ補正は申し訳程度です。写真用の補正なんですから、手持ちで移動撮影は当然ながらブレます。そこは編集で頑張るか重量カメラ対応のジンバルを使いましょう。 APS-C サイズのカメラはすでにソニーの α6500 を運用しているので、そう迷うことはありません。
どんな写りになるか気になりますね。というわけで早速テストといきましょう。本当ならブラックマジックローの 6K50p で収録したかったのですが、使っている SSD がただの M2 エンクロージャーに差し込んだものなので収録できませんでした。残念。なので今回は仕事でよく運用しているプロレス LT でテストしましょう。センサーのクロップなしで撮りたいので UHD50p となります。ロケーションは札幌駅周辺、持ち方はリグなしの完全に手持ちです。編集はもちろんダビンチリドルグスタジオ。果たしてどれだけ編集の自由度が上がっているのか楽しみですね。それではテストフッテージをご覧ください。テスト収録した感想なんですが、とにかく重い。先月うつ病で動けなくて体力が落ちた分もあって結構筋肉にきます。次の日胸が筋肉痛になりました。しょぼいな俺のリアルワタ。しかし撮影力はシネマカメラなだけあって嬉しい写り方をしてくれます。こういう収録ができれば編集も思いのまま。 AI からぐれで粗編集をした後にうまく調整をすれば望み通りの色を出してくれること間違いなしですね。そして助かるのはバッテリー。 SSD をつないだまま収録する場合、 4K モデルの方は15分程度しか持たないのでポータブル電源が必須でした。しかし 6K プロモデルは大型バッテリーゆえのスタミナ、10分程度の収録でおよそ4分の1の消費で済みました。外部ストレージ収録の環境で2倍以上の持続時間が出せれば個人制作においては余裕なものです。次回のルミナスダイアリーシリーズは BMPCC4K で収録したものですが、その次からはこの 6K プロモデルが役に立つはず。
その時までにはブラックマジックローで撮れるよう準備しておきたいところです。レンズもボディも可能性を秘めています。まあレンズに関してはもっと上があるのは承知の上なので、まずはこのレンズで上を目指していきましょう。